日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回は中学3年理科ルタ。嫌です。行動十二星座とは何か。行動十二星座について詳しく説明したいと思います。読み札。ヤギ座から射手座まで。行動十二星座は夜見えない。ヤギ座から射手座まで。行動十二星座は夜見えない。よく星占い出てくる星座ですね。これは行動十二星座といって、自分がまあ例えばヤギ座生まれたって言って、夜にヤギ座が見られるかさ、それ見えません。絶対見えません。つまりですね、誕生日に自分の星座は昼間に太陽の方向にあって、夜には見えないです。要するに太陽の方向にある星座のことを言ってるということですね。この星座の勉強をするとですね、必ずクラスの中にいるんですね。君は何座だとか、俺はヤクザだ、私は餃子とかね、そういう、まあ、生徒が必ずいて、笑っちゃいます。格言、今の自分を作ったのは過去の自分、未来の自分を作るのに今何ができるか。はい、説明です。地球から見ると太陽は1年かけて、空の中を動いているように見えます。地球から見た太陽の通り道のことを行動と言います。この行動に位置している星座を行動十二星座と呼びます。星占いでおなじみの十二星座のことです。太陽はおよそ1ヶ月をかけて一つの星座の中を移動し、1年で12の星座を巡るということです。星占いで私は射手座ですという時、それは生まれた日に射手座のあたりに太陽がいたということを意味しています。ネット上で見つけた行動十二星座の暗記法をちょっと紹介していきます。羊牛、双子カニシシ乙女の座、天秤サソイテ、ヤギ水と魚。羊はお羊座、まあ、それから牛はお牛座、それから双子座カニ座シシ座乙女座天秤座、サソイテ、これはサソリ座とイテ座を合わせてサソイテで、ヤギ座水亀座、そして魚座と、こんな覚え方で、まあ、余裕のある人は覚えてみるといいかと思います。そしてここに夜空に見える星座というのを、まあ、載せておきましたが、これは全くこの昼間に見える太陽の方向に見えるのと全く逆の季節になります。春獅子座乙女座天秤座、夏サソリ座射手座ヤギ座、秋水亀座魚座牡羊座、冬が牡牛座双子座カニ座ということになります。はい、この図版を見てください。これは、太陽の見かけの動きです。実際は太陽が地球の周りを回ってるんじゃなくて、地球が太陽の周りを回ってるんですが、地球が、まあ、中心にあって太陽が回ってるというふうに考えるとこんな感じで、あたかも地球が太陽の周りを公転しているかのように、太陽が地球の周りを公転しているような、そしてこの太陽が地球の周りを北極側から見て、左回り反時計回りに、まあ、公転しているような、この公転軌道が、この行動というふうに言ってもいいかと思います。そしてですね、地球から見て、はい、この太陽、地球から見て、この太陽の方向、昼間太陽の方向、この真後ろに水亀座、そしてこの太陽の方向、その真後ろに魚座、そしてここに太陽があって、この真後ろに牡羊座、この水亀座、魚座、牡羊座、この3つの星座がほぼ春の星座ということになります。次の牡牛座、双子座、カニ座、これが夏、獅子座、乙女座、天秤座、これが秋、そしてサソリ座、射手座、ヤギ座が冬です。私はヤギ座、冬の生まれですが、ヤギ座です。これは冬の、まあ、代表的な星座ということになります。そしてですね、夜見える星座というのは全く逆の季節ですので、問題、上の図で春、夏、秋、冬の夜によく見える行動十二星座を3つずつ言いなさい。まあ、ほぼ春夏秋冬4等分して3つずつということで考えると、先ほどの説明と全く逆になります。はい、言ってみてください。よろしいでしょうか。はい。春は獅子座、乙女座、天秤座、夏がサソリ座、射手座、ヤギ座、
秋が水亀座、魚座、牡羊座、冬が牡牛座、双子座、蟹座ということになります。はい、図版を拡大して説明したいと思います。先ほどの説明でもありましたが、はい、春、まあ、春の代表的な星座、水亀座、魚座、牡羊座、そして夏が牡牛座、双子座、蟹座で、秋が獅子座、乙女座、天秤座で、さそり座、いて座、やぎ座、これが冬です。冬の星座、これはあくまでも太陽の方角に、太陽の方向に見える星座のことを言ってますので、これが夜見える星座になると全くこれの、まあ、正反対、正反対の関係になるということを間違わないでください。はい、ちょっと確認しておきます。この図は太陽の見かけの動き、地球が動かないで、まあ、太陽がその地球の周りを回っているという太陽の見かけの動きを示して、この行動上の星座についての図になっています。次の図版を見てください。はい、今度はですね、実際の地球の動き、はい、太陽があって実際は地球がその周りを公転しているという、これが実際の動きになっています。よろしいでしょうか。まあ、問題で考えていきたいと思いますが、一番地球が夏の位置にあるとき、真夜中に南中する星座は何か。地球が夏、これですね、夏の時に真夜中に南中する星座、真夜中はここです。ここが真夜中で南ですね。ここが真夜中、そのまま正面が南ですから、当然、はい、いて座ということになります。同様に、秋、冬、春、真夜中に南中する星座ということで、秋はこの正面、魚座、冬はこの正面、双子座、春はこの正面、乙女座ということになります。3番、魚座が真南に見えるときは地球がどの季節のどの時間帯ですか。どの時間帯というのは、昼時か真夜中か朝方か夕方かという、そういうことです。魚座ですね、これが魚座が真南に見えるとき、ここでですね、この角度にごまかされないようにしてください。まず伊手座がある、まあ、夏ですね、夏、地球が夏の時に、ちょうどいいですか、この明け方ですね、明け方、この地点ですね、ここは明け方です。でこれお昼、これは夕方、これは真夜中、これが明け方の正面、この正面が南になるんですが、この南の方角に実際はこの魚座、遥か彼方、無限の彼方、遠くにあるということで、これが魚座が見えるんです。そして、冬の位置にあるときに、今度は地球がちょうどこれが夕方ですね、ここが夕方、これがお昼、これ夕方、夕方時に正面南に見えるのが魚座だということです。よろしいですか。つまり、夏では朝方に魚座が南、冬は魚座が夕方に、まあ、南に見えるという、この辺はリカルタ演習シリーズで、後日アップしたいと思いますので、それをまた参考にしてもらいたいと思います。はい、ではここでは初の試みで、2つの図を合わせて、見てもらいたいと思います。行動上の星座が昼間太陽の方向に見える季節と真夜中に南の空に見える季節は正反対、真逆であるということを理解してもらえたらと思います。こちら太陽の見かけの動きの図では、4月を中心に春の星座、水亀座、魚座、牡羊座、これが夜よく見えるのは秋、そして牡牛座、双子座、蟹座は太陽の方角に見えるのが、まあ、夏ですが、夜、まあ、南の空によく見えるのはこう冬です。同様に獅子座、乙女座、天秤座、これは秋の星座ですが、夜見えるのは春、
そしてサソリ座というのはもう夜見えるのが、まあ、夏の代表的な星座がサソリ座っていうふうに、よく出てきます。これは夜見える、夜南の方によく見えるというのがサソリ座、イテ座、ヤギ座です。これは実際に、太陽の方角に見えるのは冬ということで、この春と秋が逆、夏と冬が全く正反対になっている、この関係、これは太陽の見かけの動きと実際の地球の動きによって、こんな風になっているということで、理解できたでしょうか。